ポケモン SV とポケモンホームが連携され、多くの伝説幻ポケモンたちがパルデアへ入国できるようになりました。近年のポケモンシリーズでは伝説ポケモンは一つのソフトでほとんどが入手でき、幻ポケモンに関しても各リメイク作品やポケモン GO などで入手する機会が増え、以前に比べると入手へのハードルは低くなりました。そんな中、2023年現在その価値が急上昇している幻ポケモンたちがいるのをご存知でしょうか。それがポケモン XY で登場したディアンシー、フーパー、ボルケニオンです。これらの幻ポケモンは配布回数がかなり少なく、映画館での配布や公式企画での配布などに限られ、現在自力で入手できる方法がありません。ただ一つの方法を除いては。というわけで今回の動画では、中古ソフトガチャで XY の幻ポケモン3匹を入手できるのか検証してみたいと思います。ルールは簡単。対象ソフトのポケモン XY の中古品を購入し、データを確認。幻ポケモン3種類が揃うまで購入を続け、見事3匹とも揃えば終了となります。ちなみに明らかに改造されたデータと判断した場合はノーカウントとします。果たして中古ソフトに幻ポケモンは入っているのか、そして今から手に入れるのにはいくらかかるのか検証したいと思います。はい、中古ゲーム屋さん回って買ってきました。とりあえず6本ですね。 X が2本で Y が4本。じゃあ先にこっちの X からデータ確認しましょうか。こんな感じですね。じゃあデータ確認しましょう。はい、じゃあ1本目確認していきます。いや、これ1本目のソフトで3匹とも入ってる可能性もありますからね。即終了する可能性もあるので、で例によってタイトル画面からスタートボタンを押すと続きから始めるが出ます。そこでどれぐらいやってた人かっていうのが分かるので、ここ重要ですね。はい、じゃあ行きます。スタート。お、ちょっと待って、これ図鑑375匹、プレイ時間130時間。しのさんめちゃくちゃやり込んでる。これは1本目からかなり期待が持てるんじゃないでしょうか。いきます。はい、どうでしょう。まあじゃあまずは手持ちから見てみましょうか。はい、グレーシア、リーフィア、ああ EV 好きなのかな。手持ちはさすがにいなかったけど、じゃあボックス見ましょう。いや、かなり期待持てるんじゃないか、これ。黒ケアのパソコンで、まあ、ちょっと見てみましょうと。わ、やっぱりすごい。EV だらけだ。ポケルスとかついてる。すごいね。V図が好きな人だったんですかね。さあ、こっからじゃあボックス移動して、幻いるかを確認しましょう。はい。あー、めちゃくちゃいる。めちゃくちゃいるね。たださすがに幻はまだいないと。あ、色違い、色違い。ちょっと待って。色違いボックスからってことは、これ輸送しちゃった可能性あるな。でもどうだろう。EV たちがまだいるってことは、まだ輸送してない可能性もあるので、ちょっとまあ見てみましょう。どうだどうだ。あ、なんだこれ。プレシャスボール入り。ガブリアス。コロコロ、親コロコロのガブリアスだ。2013年11月15日、素敵な場所で、運命的な出会いをした。これはクラシックリボン。あ、なんか配布のガブリアスあった。これは割とレアなんじゃないか。流星群ガブリアスとかなのかな、これ。あ、なんか一匹レアなポケモンいましたね。あ、ちょっと待って、バシャーモもいる、バシャーモもいる。親XY。2013年10月12日、オンラインプレゼントで、レベル10の時、運命的な出会い。プレミアリボン。おー、これも、配布バシャーモか。あ、これあれか。加速アチャモ。加速アチャモか。なるほど。配布のポケモン2匹ゲット。これは地味に嬉しいぞ。あー、終わっちゃった。マジか。うわー、いなかったか。一応図鑑とか見てみますか。幻持ってたかどうか図鑑で判断してみようか。結構プレイ時間はかなりやってた人だったっぽいから、ミュウツーとかいたんだ。あー、これやっぱジガルデで止まってるってことは、幻のポケモンは図鑑登録されてないね。ということは輸送したわけではなく、もともと持ってなかったっぽいですね。うん、でもかなりいいソフト、 EV 好きなのが見て取れました。じゃあ次行ってみましょう。じゃあこれ2本目ですね。あー、ちょっと待った、これデータが入ってない。いやー、このパターンあるんだよな。これ一番ハズレだな。
このパターンマジで一番ハズレなんだよな。でもまあそうっすよね、売る前にデータ削除する人はそりゃいるよな。まあしゃあない、次行きましょう。はい、じゃあ気を取り直して3本目。ちょっとデータは入っててほしいな、頼む。あ、オッケーオッケーオッケー。これいきなり言語設定が入らないってことはデータ入ってるってことですね。じゃあ行きましょう。おっと、プレイ時間57時間。これもまあ悪くない、悪くないデータだと思います。確認しましょう。おー、ちょっと待って。イベルタルの目の前にいるんだけど。まず手持ち見てみましょうか。めちゃくちゃいいとこで売っちゃったな、この人。あー、なるほど、なるほど。こんな感じね。ビビオン。ビビオンの柄なんだろう、これ。なー、これ。雅模様か。2014年、2014年にやってたんだ。うわ、なんかイベルタルの目の前かよ。せめて戦ってほしかったな。まあ多分厳選してたんだろうね。厳選に飽きてやめたか。厳選に飽きて売り飛ばしたか。よし、ポケセン来れたのでボックス見てみましょう。ボックスどうだ。まあ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 、こんな感じで。あれ、なんかあれだね、フランス語とか英語のポケモンがいる。交換とかしてたのかな。あーさあ、ボックス。あーまあ、いっぱい言いはするけど、さすがに幻とかいねえな。見た目って何なんだろう。見た目が可愛い子たちってことかな。あ、これもしかして、加速アチャも来た。来た来た来た。プレシャスボール入りのポケモンは配布でやっぱレアなので、これ地味にマジで嬉しい。とは別に、あー、ボックス終わっちゃったね。幻はいませんでした。はい、じゃあ4本目です。まずはデータ入ってるか。もう入ってる。オッケーオッケーオッケー。まずはデータ入り。シンゴ。あ、すごい。図鑑511匹。プレイ時間159時間。また期待できるデータが来たんじゃないか。まずは手持ち見ましょう。まあまあまあ。まあ、手持ちはちょっと微妙ですが、さて、ボックスの中身はどうでしょう。まあまあまあ。はい。はい。はい。ちょっとやばい。やばい。空っぽや、これ。メタ&ゾロ。何これ。あー、ダメだ。あ、レアボックスももうすっからかん。完全に輸送した後っぽいですね。うわー、まあやっぱこういうソフトもね、いっぱいあると思うんで、その中から幻をまだ残したソフトっていうのはかなり貴重なソフトだとは思うんですけど、まあしゃあないか。図鑑どうだか見るか。図鑑に登録されてるか、どうでしょう。あー、フーパはいたんだ。フーパいたけど輸送しちゃった後だわ。あー、惜しかったね、これ。フーパゲットのチャンスが。まあまあまあ、次行きますか。5本目です。データ入ってる。よし、見てみよう。ヒイラギさん、ちょっと待って、すごい、今までで一番やり込んでる。図鑑710匹、プレイ時間470時間。これはやばいデータなんじゃないか。ちょっと見てみましょう。フレンドサファリにいるね。じゃあまず手持ちか。手持ち見ます。あー、さすがに。でもすごい、レベル100がいっぱいいる。あー、なんか時空と空間超えてる。あー、2014年、2013年。これやっぱ当時のデータっぽいね。しかもこれまだ輸送してない感じあるな。これかなりマジで期待持てる気がする。ボックス見ましょう。頼む、これマジで一番期待持ててるんだ、今の中では。来い。お、ホーム。あー、でもなんかポケモンホームに輸送するポケモンみたいな感じだったのかな、これ。あー、なんかちょっと怪しい雰囲気がしてますけど。あー、なんか輸送した後っぽい。あ、なんだこれ。ケムッソ。ケムッソ孵化してたのか。なんでこんなケムッソいるの。なんでこんなケムッソいるの。ちょっと、あれだけやり込んでて、このボックスってことは、やっぱり、
輸送しちゃってそうですよね。うわこれ本当に相当やり込んでたデータだったんだろうな。惜しいな。あーでも幻はいなかったか。ジガルデの次がないってことは幻の配布受け取りはしてなかった。なるほど。やっぱやり込んでる人でも幻を受け取ってないっていう人はまあいますよね。うわーこれなんかすごい不安になってきたちょっとこの企画本当に3匹もゲットできるのかこの調子で。はい、じゃあ6本目です。一応これで今回買ってきた分のラストデータは入ってる。 OK。 ミジンコ、図鑑266匹でプレイ時間22時間。まあまあまあ、うーん、じゃあ手持ちからいきますか。あーまあまあイベルタルとかいるけど、あー2020年かってことはなんか当時のデータではない感じするな。これあまり期待は持てませんが、ボックス見に行きましょうか。あーあんまりいなそうだなこれ。あーやっぱボックス1だけか。あ、ちょっと待って、ゲノセクトの色違い、ゲノセクトの色違いいるまさかの、まさかなんだけど。おいおい、幻色違いゲットしたやんけ。ただこれ5世代。あーでもちょっと待った、親名がちょっと親名怪しすぎるなこれ。みつき .tv だと、なんかやっぱちょっとこれはさすがに持って帰れないなドット TV とかドットコム系はよくありがちですよね。まあなんかいましたけど、とりあえず買ってきた6本の中には幻いなかったので、もう一回買ってきますか。じゃあちょっとまた店舗回ってきます。はい、また買ってきました。今回 X が3個と Y が2個。結構店舗回ったんですけど、あんまり XY 置いてない印象でしたね。でこんな感じで箱とかついてないと 20% オフぐらいで売ってたんで、これお買い得ですね。まあ、この企画的には箱なしの方が安くいっぱい手に入るし、場所も取らないのでありがたいですね。じゃあこの5本確認していきましょう。7本目ですね。まずは箱なしの X からいきます。OK、データは入ってる。もやし、図鑑330匹、プレイ時間25時間。見てみますか。あー、やばい、これ。ボックスの前にいるということは、輸送してる可能性が高い。今までの傾向から言うと、輸送してる可能性が高い。あー、でもまあ、手持ちは、割と、しっかりしてるね。あーでも2018年か。あー2018年ってことは当時のデータではないかもしれない。あーでも伝説いっぱいいる。ジガルデとかミュウツーとかいるけどね。あーボックスの中は特に目ぼしいのはありませんでした。図鑑も特に登録はされてません。はい、じゃあ8本目、データは入ってる。今のところデータなしが少ないから助かるね。パウダーさん、図鑑342匹でプレイ時間116時間。悪くない。やばい。この位置はやばい。この位置でレポートして終わってるのはやばい。ワンリキーだらけや。なぜかボルトロスいるけど。もう2014年。悪くない。年数的には悪くない。ただちょっとこれ輸送してる可能性はかなり高いけど。でもそんなに、ボックス、孵化してただけなのかな。これ悪くないんじゃないか、マジで。ちょっと待って、バトルボックスとかも全然ガチガチに残ってるぞ。頼む、いいのあってくれ。やっぱ輸送しちゃったかな輸送しちゃったかな。あ、色違いだちょっと待って、色違いビーダルいた。今回初めての色違いですね。なんか親名ちょっと違うけど、あ、フレンドサファリか。あ、すごい、なんか几帳面にタイプ別にボックス分けてる。レアなやつはなんかいなそうだな。あ、ビビオン。このビビオン配布だな。親 GTS。 寂しがり。オンラインプレゼントでレベル12の時運命的な出会いをした。メモリアルリボン、これは割とレアなビビオンなんじゃないか。あとはなんかいない感じかね。配布のビビオンがいたのはちょっと嬉しいね。この模様ってスカーレットバイオレットではデフォルトの模様だけど、当時としては結構レアな模様だったんじゃないか、ファンシー模様って。あーまあ幻はもともと持ってなかったか。9本目です。データは
もう入ってる。データ消されてない率高いね。さあ、X さん、図鑑340匹のプレイ時間31時間。見てみましょう。お？特に、ポケモンセンターのボックスの前とかではない。おー、なんかすごい。いい感じの手持ちだ、これ。2013年。ちょっと待って、これは。え？このピカチュウ何？普通の？あー、なんかいろんなリボンつけてるピカチュウか。いや、これかなりしっかりしたデータで、かつ当時のデータだぞ。で、輸送した感じも見られない。これはかなり期待持てる。いやー、ちょっとこれ来てほしいな、このデータ。さあ、ボックス見てみましょう。頼む、頼む。いいデータなのは間違いないんだ。あとは幻がいるか。おお、あ、来た来た来た、ディアンシー来た、ディアンシー来た、やったやったやった、まずは1匹、まずは1匹ゲット、ディアンシー来ました。映画館ディアンシー、やったー。2014年7月22日、ポケモン映画14で、運命的な出会いをしたようだ。やった、ウィッシュリボンついてます。これは完全に配布のディアンシーと見ていいでしょう。よっ、オッケー、まずはディアンシーをゲットいたしました。やったね。ちょっと今回マジで3匹だから、1匹ゲットできたのはかなりでかい。しかもこのデータ、他にも幻いる可能性あるから、ちょっと他のボックス見てみましょう。頼む、他にもいてくれ。他にもいてくれ。どうだどうだ。このボックスにはいない感じか。あー、やばい。ボックス終わっちゃったか。いないか。お、あ、これもあれか。加速アチャモか。加速アチャモは結構みんな受け取ってる感じですね。いやー、終わっちゃった。いやー、でもディアンシーゲットはかなりでかい。マジででかい。よかった。マジで本当に、まず1匹ゲットできたのはかなり安心できた。さすがに図鑑もディアンシーしか登録されてない感じですね。いやー、でも、いい感じ、いい感じ。とりあえずいい感じです。というわけで残るはフーパとボルケニオン、この2匹となりました。じゃあ次行ってみましょう。次が10本目です。データはあり。レイナさん、図鑑282匹のプレイ時間21時間。やばい。またこの定位置にいる。まずいですね。ちょっと手持ち。ラブカス、ラブカス1匹。あー、2020年か。やばい。ちょっと、すっからかんや、これ。1匹も入ってないやんけ。まあまあ、そんな当たりソフトばっかりってわけではないのでね。はい、じゃあ今回購入した分のラスト11本目です。あー、いや、久々に来ちゃった、このパターン。データ削除されてますね。はい、というわけで、11本やって、で、まあでもディアンシー今回ゲットできたのはでかかったね。残る2匹本当にゲットできるんでしょうか。じゃあまた買ってきます。はい、というわけで追加で8本買ってきました。いや、もう疲れた。ちょっともうこの時点で疲れ果ててるんですけど、ちなみにこの X のソフトなんですけど、こっちが900円でこっち3600円です。これ別にこっちのソフトが特別とかそういうわけではなくて、お店によって中古価格にこれだけ差がついてる感じですね。4倍ですよ、4倍。ちょっとこっちの3600円のソフトはいいデータ入ってないと割に合わんぞ、これ。ちょっとこれ期待してます。はい。じゃあまずは Y の方から確認していきます。これが12本目かな。お！ファルスさん。ホルスさん。ちょっと読み方わかんないですけど、図鑑450匹のプレイ時間255時間。これはいいんじゃないか。しかもフレンドサファリ。なんかガチ勢っぽい。あー、でもなんかちょっとやばい。ボックスの目の前にいる。あー、でも残ってはいる。レベル100のルカリオとかいるし。2013年。当時のデータっぽいぞ、これ。おー、なんか、すげえやり込んでる感じしますね。割と期待が持てるデータな気がします。なんかいて、なんかいて。でもなんか、あ、すごい、なんか、メタモンの個体値厳選とかもちゃんとしてある。お！
なんだこのエンペルトは。なんか秘伝要因にされちゃってるけど、プレシャスボール入りですよこれ。リサイタルエンペルト、一種地方なんだ。第5世代ってこと？へえ、これ知らないな。こっちゃまで配布された感じなのかな。あー、いなかったか。めちゃくちゃガチでやってた人っていうのはすごい感じたんですけど、幻はいなかったな。不可厳選めちゃくちゃやってたわ。はい、これが13本目です。図鑑317匹のプレイ時間52時間。お、なんだここ、自宅か。おー、なんかすごい伝説がいっぱいいる。なんか輸送した感じじゃないね。2011年、 XY2011 年発売されてたっけ。なんか輸送はしてないっぽいよね。伝説のポケモン残ってるってことは。うーん、まあポケモンいるのはいるね。あー、終わっちゃった。普通に終わっちゃったな。はい、これが14本目かな。そろそろまた幻来てほしいですが、アスナさん、図鑑43匹、プレイ時間15時間。あー、なるほど、まだ序盤かな。あー、でも2013年、あー、でもな、ちょっと待って、2023年4月もやってる。10年ぶりぐらいに起動した感じなのかなこれ。まあ別に配布、なになに、ちょっとびっくりした。なに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 、お誕生日おめでとうございます。そうだったの、今日だったの、おめでとう。奇跡だろこれ。奇跡の誕生日、マジかよ、そんなことあるか。アスナさん、この動画見てますか。お誕生日おめでとうございます。じゃあちょっと今からあなたの素敵なポケモンたちを確認させていただきます。もう何も入ってねえじゃねえかよ。おい、アスナ、ポケモン入れとけ。はい、これ15本目かな。シャイミーさん、図鑑78匹、プレイ時間11時間。あー、なるほどなるほど、なんかまだやっぱ序盤って感じするな。さあ、ボックスは、あ、でも意外と入ってるな。あー、でもまあそれ以降は入ってないか。うん、まあこんなもんでしょう。16本目です。おー、まあまあまあ、エイジさん、373匹のプレイ時間77時間。割とやってる感じですよね。あー、やばい。この位置はやばい。お、でもまあいるな。サンダーとかいるし、輸送してない可能性あるか。また2011年。おー、まあまあまあ、あー、もう終わっちゃったか。あー、ちょっとレアなポケモンは特にいませんでしたね。17本目です。あー、久々に来ちゃったな。データなし。でもそんなにデータなし今までないんだよな。なんか3年でやった時の方が全然データ削除されてる率高かったんですけど、 XY はありがたいことにデータ入ってるパターン多いね。18本目かな。ちなみにこれ900円だったやつです。おー、まあまあまあ、悪くない悪くない。千早さん、455匹のプレイ時間54時間。これは自宅？自宅だな。おー、すごい、レベル100が3体いる。あー、一種地方から連れてきてる。おー、なんか昔から。あー、でファイヤローは2013年、当時のデータだ。すごい、時を渡って育てたポケモンたちが。これ結構期待していいんじゃないかこのデータ。多分ポケモンホームとかにまでは送ってないはずこのデータで。それなりにやり込んでる人だこれ。第5世代からやってて、 XY もやっ、お、ちょっと待った、この人配達員だ。ってことは、不思議な贈り物、シリアルコードかなんか入力して、まだ受け取ってない。何かがある。マジ？ちょっと待って。とりあえずまずボックス見よう。ボックス見よう。下手したらボックスにいるぞ、これ。幻。お気に入りボックス。輸送してないな、これ。絶対輸送してないわ。あ、ちょっと待って、色違い。色違いめっちゃいるじゃん。レベル1、これ、孵化した感じなのかな？ 600 族の色違い。すげえ。あ、これも一種地方から輸送した感じだ。多分この人5世代めちゃくちゃやり込んでたんだろうな。他のボックス見よう。うわー、うわー、すごい。ちょっと待って。メロエッタとかいるじゃん。シェイミとか。やばい、このデータ。このデータやばいぞ。ジラーチ。マスボジラーチ。これ何これ。スカル。上都地方。なんだこれ。ちょっと待って、このデータやばいぞ。めちゃくちゃすごい。
ちょっと待って、ない、ね、すごいの来たぞ、この。しかもそんな、ちょっと待って、すごい、なんかみんなまさ、トルネロス、これはこれもなんかプレシャスボール、ミロスト、うわ、これ一種地方からだいたい輸送、一種と譲渡から来てる感じだね。ビクティニとかもいるし、うおー、なんかマナ、色違いマナフィー、色違いマナフィーと色違いフィオネ、これやばいんじゃないの、色違いマナフィーって。信用地方、これどうなんだろう、色違いマナフィーってとんでもないレアだったはずなんだけど、これ新速レックーザ、V ジェネレート、ちょっと待って、あ、これ選挙、総選挙のレックーザか、これ。なんかどれも一種地方から来てるな。セレビー、ゴージャスボール、これも HGSS とかか。ポケモンリンク、ポケモンリンクってなんだっけ。とりあえずなんかすごいデータだってことはなんかわかる。この次だな、この次なんかまたこういう感じで伝説幻のボックスなんじゃないの。ちょっと次見てみよう。あー、でもそうだね、この色違いゲノセクトって映画館のやつか。うわー、ちょっと待って、メロエッタ2匹いるし、うわー、なんでこのデータ売っちゃったんだろう。もうポケモン卒業したのかな。めちゃくちゃケルディオもいる。ショコタン、あ、ショコタンのケルディオ、これ。これも一種地方か。5世代でいろんなポケモン、配布ポケモンめちゃくちゃ受け取った人なのか。で、それを XY に輸送した。で、それを売っちゃった感じか。でも、ちょっと待って。こんだけすごいデータなのはそうなんだけど、この企画としては、この企画としては、ボルケニオンとフーパがいないと成立しないのよ。でもまだボックスは残ってるので見てみましょう。いやでもちゃんとしたデータだな、これ。他の、なんか改造したとかそういう跡は見えないんだよな。いやーでも、ちょっと待って。ちょっと、フーパとボルケニオンはこんだけいっぱいすごいポケモンいたのにちょっとフーパとボルケニオンはどうなった、受け取ってもおかしくないよね、この人だったら。めちゃくちゃやってたんだから、真面目にポケモンしてる感じはすごいわかるんだけど、マジカル交換とかもめっちゃやった跡があるな、これ。あ、御三家めっちゃボックス入れてるじゃん。ちょっと待って、これマスターボール日の嵐とかって、これどうなんこれどうなん、方園地方、うわ、なんか色違い熟人で、このなんかマスボーっていうのがちょっとなんか気になるんだよな。あ、チコいるじゃん、チコもマスボーだ。なんかマスボー好きなのか、この人。ちょっと待ってくれよ、いないやんけ、 XY の幻が一匹もおらんやんけ、これ。あー、なんか終わったくせ、終わったくせ、あー終わっちゃったうわ、肝心なとこがいなかったな。いやでもちょっと待って、僕が気になってるのは、まあボックスはまあすごかったけど、それより何よりこの人だ、この人、不思議な贈り物の配達員なんだよ、この人って。だから何かが受け取れるはず。これがフーパとかボルケニオンだったら超激アツ。さあ何でしょう。はい、確認。こんにちは、千早さんですね。不思議な贈り物をお預かりしてます。頼む、フーパボルケニオンお願い。はい、ああ、そういうこと、気を取り直して。さあなんだ、頼む、来い。まあいいかちょっと待ってずっこけたわ今。まあいいかて、
まあいいかの配布なんてあったんか。ちょっと幻かと思ったのに、ハッピータイムまあいいか。あ、これあれもしかして誕生日のやつ。2014年1月24日 PC 東京ベイで運命的な出会いをした。こんなのあるんだ。記念日記念リボン、プレミアリボン。へえ、これも知らなかったな。こんなまあいいかの配布なんてあったんだ。いやー、ちょっと惜しかったな、このデータ。ちょっと待って、もう一匹ぐらい受け取れない？これなんか、あ、もうありません。言われちゃったよ。じゃ、図鑑は？図鑑、あー、幻、 XY の幻は持ってなかったが、うわー、惜しいデータだったな、これ。なんかいろんな伝説幻はめちゃくちゃいた。ただちょっとこの企画としてはダメだったな。惜しい、本当に惜しい、このデータ。ちょっとフーパとボルケニオンがマジで手に入らん。じゃあ次行きますか。次ラストだわ。19本目、ちなみにこれ3600円だったやつです。データあり。ちょっとさっき900円のソフトがあんな配布ポケモンめっちゃいたんだから、3600円したらめっちゃもっといいのがいてもおかしくないはずなんだ。さあ、おロシエさん、図鑑424匹、プレイ時間97時間。本当にいいデータっぽいぞ、これ。ちょっと待って。来た。いいの、また来たぞ、これ。頼む。とりあえず、まず輸送してないでほしい。やばい、この音楽、やっぱり。うわ、絶対今、ポケセンのボックスの前いると思ったわ、この BGM 聞いて。まあ、ちょっと手持ち見るか。あー、ちょっとやばい。もうこれ、そう、絶望の雰囲気が、輸送しましたよ感がもう半端じゃない。あっちゃー。あっちゃー。皆さん、これが3600円ですよ。図鑑どう？幻持ってたんじゃないの、この人。うわー、なんかほら、セレビーとか持ってたもん。あー、でもフーパボルケニオンは持ってなかったか。うん、でもやっぱ伝説とかは輸送した感じですよね。やばいんじゃないか、今回マジで。ディアンシーだけは、とりあえずゲットできましたけど、フーパボルケニオンはちょっとほんと、影すら見えない。今回の企画、これ本当にどうなってしまうんでしょうか。まあ、というわけで、今回買ってきた分、また終わってしまったので、また買ってきます。ただいま戻りました。購入できたのは今回も8本ですね。いや、正直言うとね、もう XY 置いてない。めちゃくちゃ今日回ってきたんですけど、いや、今回で決めないとね、次かなり遠出しないといけないかもしれない。いや、なんとかね、ちょっとボルケニオンとフーパ入っててほしいですけどね、この中は。じゃあ見てみましょう。次20本目なんですけど、ちょっと問題が発生しまして、20本目と21本目のソフトなんですけど、何回やっても読み込まないんですよね、これ。ダメですね、反応しない。別の本体でちょっと試してみたりもしたんですけど、どうしても読み込まないので、これソフトが故障しちゃってる可能性ありますね。まあ、中古なんでね、こういうこともあり得るとは思うんですけど、この2本同じお店で買ったやつなんですよね。不良品つかまされちまったか。まあ、これお店持っていけばね、返金対応とかはしてもらえるんでしょうけど、やばいな、これ貴重な2本がなくなっちまった、これで。とりあえず20本目と21本目、ソフト故障ということで、一旦保留にします。もしかしたら復活する可能性もあるので、一旦保留ということで。はい、というわけで気を取り直して、22本目。シアンさん、図鑑483匹、プレイ時間170時間。結構やり込んでる。なるほど。でもレベルすげえ。2014年、いや、でもあの映画確か2014年とかそんぐらいじゃなかったっけ。年数的には逆にこれぐらいがちょうどいいのかもしれない。ボックス見てみましょう。おー、まあまあまあ、輸送してない、輸送してないぞこれ。しかもめちゃくちゃ貴重面、なんか V 図並べたりしてる。なんかニックネームをちゃんとつけて、すごいね、全員にニックネームつけてる。ポケモン愛感じますね、すげえぎっしり。しかも全ポケモンにニックネームつけてる。いや、でもこれ結構期待持てるんじゃない？すごいポケモン愛感じるぞ。配布受け取っててもおかしくない。全くおかしくない。あー、なんか、あ、セレビーとかいる。セレビーとかいるぞ。このセレビーは？シアン、ポケモンリンク、クラシックリボン。次来てくれ。頼む。あー、でもまあなんかいい感じのボックスになってきたよ。レベル100だ。みんなレベル100だ。これ多分自力で育てた感じだよね、これ。すげえ、レベル100ボックスだ。1軍だな、これ。
この人の一軍のボックスだな。終わっちゃったー、くっそー。 XY の幻は受け取ってない感じですよね。これで23本目です。みんなデータ入ってるね。輸送とかもしてないソフトがめちゃくちゃ多い。当時のデータそのまま入ってるソフトがほとんどなんだけど、 XY の映画はみんな見てない感じだね、今までのこの傾向で言うと。あーやばい、あーやっべ行ったそばから、行ったそばからこんなことが起きてしまった。もうこれは完全に輸送済みですね。うわーこれ本当にみんな幻のポケモンは受け取ってない人が多いわ。 XY はい、これが24本目。やばいちょっと待ってやばい、データなしか、やばい、もう本数ないぞ。これが25本目です。コウジくん、117匹、プレイ時間5時間50分。あーなんかまだストーリー途中って感じするね。あーダメか。え、2023年今年かよ。今年やったデータか。そりゃねえわな。これが26本目。ウェンディさん、図鑑240匹のプレイ時間17時間。なるほど。あーやばい、この位置この位置見覚えあるぞ。うわー、あちゃー。はい、というわけで今回購入分ラスト27本目かな。まずデータは入ってる。オッケー、データ入ってないオチはなくてよかった。あーちょっとデータ入ってないのと一緒やんけこれ。ちょっとダメよ、自宅にいるやんけ。まだこれ開始もしてないでしょ、冒険始まってないぞ。はい、というわけで27本目もダメでした。ちょっと故障したソフトが2本あったんですけど、まあちょっと復活しなさそうなんでまた買ってきます。ちょっとほんと遠出してきますわ。頑張ります。ちょっと待った、ちょっと待った、20本目のソフトダメ元で端子掃除してみたら復活したちょっとマジで復活したわ。これネットで調べたら多分端子が悪いんじゃないかみたいな感じで書いてあったから、試しに掃除してみたらいけた。絶対無理だと思ったんだけどいけたわ。ちょっと待って、これでいいデータだったら神回確定。これ20本目だね。頼む、データ入ってて、まずデータ入ってて、データ入ってる入ってる入ってる、これマジ来てくれ。蘇ったデータ、頼む。お、え、サトシ、サトシやん。図鑑487匹、プレイ時間84時間。サトシ帰ってきた、サトシやばいやばいただ位置が悪い、ポケセンのボックスの目の前という。じゃあまず手持ちだな、手持ち。あーでもまあいるのはいるか、全員輸送した感じはしない。ボックス頼む、残っててくれ、サトシのポケモン頼む。え、めちゃいるめちゃいる、フィオネとかいるじゃん。これはまだ全部輸送してる感じじゃないぞ。ちょ頼む、このソフトマジ頼む。うおー、ちょっと待って待って、あ、来た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 、ウーパー来た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 、やったやったやった、ウーパー来た逆転、大逆転、復活からのウーパー来た。よっしゃ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 、映画館ウーパーだ。よっしゃ、これは当たり、マジで当たり。2015年7月25日、ポケモン映画15で、運命的な出会いをした。よっしゃやってみるもんだな、ソフトの掃除。いやマジで大逆転勝利やんけ。フーパー来た。え待って、ゼルネアス、色違いゼルネアスとかいるけど、えこれこんな配布あったんだっけ。 XY&Z、 ポケモンアニメでレベル100の時に運命的な出会い、これも多分配布なんだ。すげえ、レベル100、色違いゼルネアス、プレシャスボール入り。めっちゃ当たりソフトやんけこれマジで。うわー、これ、ジガルでも、配布？あ、これも XY&Z ってやつか。ポケモンアニメね。すごっ。じゃあ、イベルタルもか。色違いイベルタル。プレシャスボール入り。ちょっと待って、これ、一番当たりやんけ、このソフト。ちょっと待って。これ、復活したのマジででかい。
サトシのデータやるやんけ。ちょっとマジ？しかも このスイクも色違いだし。やばくねこれ。あ、上都地方から来たんだ。頑張りボンついてる。すごすぎる。あ、この、コイキングも。レベル100コイキング色違いやんけ。わあ、すごい。これはすごいわ。うわーすげえ。え、ちょっと待って、待って。まさかの、ちょっと待って。やばい。皆さん、終了でございます。まさかボルケニオンもこのソフトに入ってました。2016年7月9日ポケモン映画16で運命的な出会いをした。いや、これは配布だね。ちゃんとした配布のボルケニオンだね。いや、フーパだけにとどまらず、まさかのボルケニオンも入ってました。うわー、ちょっと待って。とりあえずこのボックスちゃんと見よう。ちゃんと見よう。え、この、あ、これあれか。サトシ月光画か。あ、違う。総選挙月光画だ。あ、これもポケモン映画16なんだ。すげえ。サトシのデータやばすぎないか。これ輸送してないのはなんでだろうって思うぐらいすごいデータだわ。え、これ何？これ、広島ギャラドス。これもプレシャスボール入りなんだけど。ポケセンか。広島のポケセン？レベル1の時に運命的な出会い。2015年7月3日。へえ。ここも配布のギャラドスなんだ。あ、なんかハッピータイムとかお祝いとか覚えてるね。ポケモンがとってもハッピーなあなたのことをお祝いしてくれる。なんで、これはお金倍になるやつだよね。配布ポケモンめちゃくちゃもらってるね。サトシのデータ。やば、これ。今までで一番当たりのデータかもしんない。中古ガチャ。いやー、ちょっと掃除してよかった。そう、え、ちょっと待って、これ、ピカチュウもじゃん。あ、サトシのピカチュウだ。素敵な場所でレベル50の時、運命的出会う。2015年7月19日。はい、というわけで、ボルケニオンとフーパー、無事ゲットできましたので、終了となります。ありがとうございます。よかった。マジで終わってよかった。なんかもうすごい遠くまでまた買いに行かなきゃいけないなと思って考え込んでたところで、まさかの、まさかのソフト復活からのフーパーボルケニオンどっちも入ってるという大逆転勝利で終わることができました。ついでにね、なんかやたら配布ポケモンがめちゃくちゃおまけでゲットできました。とんでもないレアポケモンたちがいっぱいゲットできましたね、このソフトで。というわけで今回の検証結果です。中古ソフトガチャで XY の幻ポケモン3匹は今でも入手できました。その代わり幻が入っているソフトはかなり少なく、約27本買う必要があるという結果でした。もちろんお店や地域、時期にもよると思うので、ズバリこの本数というふうには言えないんですけど、一つの目安にはなるのかなと思います。で、今回の詳しい結果なんですけど、27本買って当たりソフトが2本、幻ポケモン3種類を各1匹ずつ入手することができました。外れソフトの内訳なんですけど、 XY の幻ポケモンが入っていなかった普通のソフトが14本、ボックスがほとんど空っぽの輸送済みのソフトが7本、データが入ってない削除済みのソフトが4本。ちなみに今回明らかに改造されたと思われるデータはありませんでした。次に値段の話なんですけど、中古ソフトは同じお店でも場所によってかなりばらつきがありました。同じ箱付きでも一番安くて900円、一番高いところでさすがに買わなかったんですけど4580円ってとこもありました。5倍以上ですね。で、あと補足情報としてディアンシーについてなんですが、本当につい先日ポケモン GO でディアンシーが初実装されました。なので少しレア度が下がったのかなと思います。ただこれ最低でも2200円かかるチケットは買わないとゲットできないイベントらしいです。なので今後公式配布がない限りはディアンシーはまだレアなポケモンっていう立ち位置変わらないと思います。で、今回やってみた感想としては、30店舗以上回ったんで実際疲れたっていうのはあるんですけど、いろんな街へ行って初めての土地を歩いたりして、結果無事3匹ゲットできましたし、めっちゃ楽しかったです。またこういう企画もやりますので、よければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。というわけで今回の合計金額、45,825円でした。